1799年6月22日、快速天使、業務日誌補足。周拝主任、高島田夏美。先頃、揉めに揉めていた水軍の新造巡洋艦の競合入札は、激戦の末、葉月鉄道に落札した。これにより、長年続いてきた金剛重工による軍需産業独占の神話は、ついに終わりを迎えた。国内において、すでに運輸業務のほとんどを掌握する我が親会社、葉月鉄道にとって、今回の功績は業務の拡大という意味にとどまらず、来るべき多角経営へ向けての勇気ある第一歩と言える。しかしながら、今後予想される金剛重工の巻き返しと、未だ傍観者を気取る第三の勢力、霧島科学を巻き込んだ三つどもえの企業戦争は、まだまだ予断を許さない状況である。とまあ、親会社のごたごたはともかくとして、うちも設立1年過ぎて、そろそろ業績上げてかなきゃ、社の存続も危ういっていうのに、うちの社員と来たら、あやねはだだこねてばっかだし、はるなは好きあらば、社のカーテンに変な刺繍しようと狙ってるし、もう、かりん社長、助けて！全力、お父様、お母様、お元気だったでしょうか。長い間連絡もしないでごめんなさい。時が経つのは早いもので、体一つ、気の身気のままで私が家を飛び出したから早2年。結構いろんな苦労がありましたが、今は家を出たことを後悔はしていません。だって、あの素敵なカリン社長に出会えたんですもの。私は今、カリン社長の家に住み込みで働いています。カリン社長は、科学と魔術に精通した才女で、お料理も美味しいし、美人でパワフルでクリエイティブで、とっても本当に素敵な人です。特に社長の中華クレープはもう、絶品の一言です。カリン社長の下で働いて、世間知らずで無鉄砲だった私も、少しずつ世の中の仕組みが分かってきた気がします。なんというか、カリン社長は、これじゃあカリン社長褒めすぎかしら。まあいっか。だって本当に素敵なんだもん。夏美、起きてる？起きてる。今日私早番だから先に行くわよ。はーい、いってらっしゃい。やば、寝坊した。あら、今日はずいぶん遅かったわね。私より先に来てたよ。なければ、あやねが一人で遅刻せず出社なんてありえないもの。でもリアルな夢ね。これでも夢だっていうの？これでもなーい。料理に向かって何をするの？わかればいいのよ。あっ！しまった。今日は寝坊したから、カリン社長特製中華クレープ弁当をもらってくるのを忘れちゃった。さあ、気を
取り直して今日も張り切って集配しましょう。あら、すっごい、会社創設以来初、損害賠償限度額目いっぱいの小荷物だわ。え、ほんと1億2000万円どれどれ。やっとうちにも大口の仕事が。親会社からの直接依頼か、珍しいね。あら、これ特別手当付きの仕事ね。それで、え、誰が運ぶのその小荷物。決まってるじゃない、集配主任である。あたし。君が？大丈夫かな？大丈夫です、任せてください、絶対安全です。わかりました。じゃあこれよろしくお願いします。待ちな、ジョーちゃん、お兄ちゃんたちと遊ぼうぜ。やれやれ、雑魚か。お嬢さん、悪いがその荷物、置いてってもらおうか。悪いけど、お断りよ。はっ。
とってもいやん。威勢のいい姉ちゃんだな。荷物を渡せば命ばかりは助けてやる。荷物は渡さないわ。じゃあしょうがねえな。腕ずくでいただくぜ。何ですって？なんとか切り抜けましたが状況が分かりません。山道で追っ手を振り切って鉄道に向かいます。わかったわ。じゃあ気をつけて。何か分かったら知らせるわ。はい。
今度は逃がさんぞ。うわぁ、しつこい。何？しつこいというと？ちょっと甘酸っぱい青春時代の思い出というか。いやん、初めて人を好きになっちゃったって。ってそりゃ、初恋でんがな。Okay.
どうもないわね。ダメね。きっと穴が深すぎてフレーハが届かないんだわ。ま、いっか。きっと奥に行けば他にも出口があるわ。
まるで伝説の魔人兵団のごとき力強さではないか。まあ半分以上は僕のおかげだけどね。あら、制御部品の 97% は私の技術開発によるものよ。まあお客様だわ。本当だ。でもこの事態は予想されたことだよ。プラットフォーム緊急撤去、機動モード、全自動全動体殺戮モード、すべてを焼き尽くせ。
夏美、私よ、書類の中身が分かったわ。何ですか？葉月鉄道独自の新型フレー機関の設計図よ。じゃあ、今までの妨害は？そう、現在フレー機関の市場を独占している金剛重工？そう考えるのが自然ね。とにかく相手が悪いわ。事情を話して警察に保護してもらいなさい。でも社長、もう少しで目的地です。行かせてください。わかったわ、夏美がそこまで言うのなら。でも無理はしないでね。はい。お遊びは終わりだ。あなたたちが金剛重工の手先だってことはもうバレてるのよ。いい加減に諦めたら。一度受けた仕事を途中で投げ出すわけにはいかん。金剛重工との今後の付き合いもあるしな。やれやれ。また今後。
待ちな、見逃してやるから荷物を置いてとっとと失せな。お断りよ。そうかい、じゃあ死にな。通るから通るから、誰誰What?
遊びは終わりだ。またそれさっきも聞いたわよ。黙れ、今度は本気だ。オッケー、オケジジ、それはモンキーでんがな。超ウルトラ破格拳、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 なんだか精神的に疲れちゃったわ。お腹空いたし、リンゴいらんかね。あ、ちょうどいいわ。リンゴ織さん、リンゴ一つください。あ、はいはい、一つね。え？あ！何としても取り返さなきゃ。殺さないでくれ。
訳は地獄の門番にでもいいな。どてなし。今度は戦車。無敵戦車ファイアービートルに勝てる気か。今旦那様はお仕事から手が離せませんので。それはいけません。は？忙しさに追われている時こそ神の存在を心に感じるべきです。はあ。というわけで我が教会に募金を。ちっ、やっぱりメイド相手じゃ拉致が開かないわ。なんとか直接金剛社長に会わなきゃ。金剛社長はどこ？何ですか、あなたは。旦那様は今お忙しいのです。募金も勧誘もお取り次ぎできません。やめなさい。邪魔すると怪我するわよ。危ないですわよ。マルティス召喚。マルティス召喚。Thank you.
事情か知りませんが、押し込み強盗はいけません。さあ、悔い改めなさい。神はいつもあなたを見ていますよ。強盗？誰が？そうですか。とぼける気ですか。わかりました。
あなたには言葉で言っても無駄なようですね。仕方ありません。何？どこに行く気だい？借りを返してあげるわ。二人がかりってわけね。望むところよ。トイレだろ！トイレだろ！エリア！Thank you.
Yeah!
フレイ機関のレプリカですよ。しかも作動原理の解釈に誤解があって、このままでは動作不能です。いっぱい食わされたの社長。そんなクソの葉月め。大変です社長、軍警察です。施設を囲まれています。社長、設計図を返しなさい。ふざけるな、よくもはめてくれたな。おい、あれを出せ。え、そんな女ほっといて逃げましょうよ。待って、あれを国外に持ち出せれば第三国が高く買ってくれるわ。よし、それがいい。欲しけりゃくれてやる。そら設計図だ。サンキュー、クリー。誰だ貴様。金剛社長、クレイ機関の市場を独占せんがためライバル会社の設計図を強奪したばかりか、何の罪もない配達員まで手にかけようなんて、労働基準監督署が許しても、スピード怪盗ドルチェムールが許しません。スピード怪盗。待って、ドルチェムール。私の戦いなの。私に決着をつけさせて。そう、分かった。あなたの好きにいくわよ。ふざけやがって
はい、夏美さん。ありがとうございます。え、どうして私の名前を。それは、ある人にあなたのことを頼まれたの。ある人？いや、その、そんなことより夏美さん、この事件、まだ終わってないわよ。え？します。誰かね、君は。お荷物のお届けに上がりました。一体誰から。いや、それ以前に羊はどうした。 いえ、このお荷物は直接ご本人にお渡しするよう言われておりまして。なんだ、その包みは。はい、金剛社長からの監獄への招待状。偽の新型フレー機関の設計図よ。突然入ってきて何かと思えば、君は何か誤解をしているようだね。その設計図も大方金剛社長にでもすり替えられたんだ。往生際が悪いわよ、葉月会長。あんたが金剛重工の市場を手に入れるためにわざと情報を流して設計図を奪うように仕向けたことも、葉月製フレー機関の設計図が実は未完成だったことも、みんなあんたの可愛いエンジニアが洗いざらい白状したわよ。施設軍隊。金剛も葉月も皮一枚めくれば似た者同士ってわけね。なんだこいつは。こんなところに隠れやがって。封印を解いてフルパワーになったこのマリアンヌちゃんを見。何？何なの？今のはどういうギャグだったの？どうやら暴走しているようね。それにしても何かとてつもなく邪悪な魔力を感じるわ。まさか。あ、ドルチェ。こんな化け物を野放しにはできないわ。それに今倒さなきゃどこまでパワーアップするか。かかってきなさい化け物。私が相手よ。Yeah!
あ、もう少し右。そうそう、オッケー。じゃあ、そこ倒れないように固定して。カリン社長。じゃない、店長。準備できました。チーズ。借金の山も何のその。カリン店長と新たに宅配中華クレープ屋を旗揚げし、今も元気に借金返済に当たっています。P.S. 七転び八起き。お父様、お母様、どんな苦難にも屈しないカリン店長って、やっぱかっこいい。